アレック・ダグラスイコールヒューム、ヘーゼルのヒューム男爵アレクサンダー・フレデリック・ダグラスイコールヒューム、1903年7月2日から1995年10月9日は、イギリスの政治家、貴族、スコットランド貴族、ヒューム伯爵家に生まれる。戦後の保守党政権下で、閣僚職を歴任し、1963年から1964年に、 かけて、首相を務めた。外務大臣も2期にわたって務めた、在職、1960年から1963年、1970年から1974年。父が爵位を継承した1918年から、自身が爵位を継承する1951年まで、ダグラス教の儀礼称号を使用した。1951年に、第14代、 ヒューム伯爵を継承するが、九百六十三年には首相就任のために、自分一代につい借りを返上している。九百七十四年に一代貴族、ヘーゼルのヒューム男爵に助せられた。1九百三年七月二日、スコットランド貴族、ヒューム伯爵、ダグラス・ヒューム家の法廷推定相続人である、ダグラス卿。教、九百十八年に第十三代、 ヒューム伯爵よ、継承とそのつまりリアン、第四代ダラム伯爵の娘の長男として、ロンドンのメイフェアに生まれた。イートンカレッジを経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1931年から1945年にかけてから選出され、保守党の庶民委員議員を務めた。百三十七年から百三十九年にかけては、 ネビル・チェンバレン首相のを務め、1938年のミュンヘン会議にも同行した。第二次世界大戦中は病により政治活動を避けたが、第一次チャーチル政権末期の1945年5月から7月までの短期間を務めている。チャーチル保守党政権が惨敗した1945年7月の総選挙で落選した。1950年の総選挙では、 ラナーク選挙区の議席を取り戻したが、翌1951年7月11日に、父が死去したため、ヒューム伯爵や、連合王国貴族爵位、ダグラス・オブ・ダグラス男爵などを継承し、貴族院に移籍した。1951年10月から1955年4月の第二次チャーチル内閣ではお務めた。 ついで1955年から1960年までイーデン内閣とマクミラン内閣でを務めた。1956年に始まったスエズ戦争中に、枢密院議長と貴族院院内総務を兼務した。1960年7月にはマクミラン内閣の外務大臣に就任した。1963年1月にはプロヒューモ事件は発覚し、 マクミラン政権の支持率が急降下。10月、前立腺被害で入院中のマクミランは、病室から辞意を表明した。女王エリザベス2世が、マクミランの病室を見舞って公認について、意向を聴取したところ、マクミランはヒュームを指名した。当時ヒュームは、高派とされること以外ほとんど無名な政治家団ので、これは、多くの人にとって意外な人選だったが、エリザベス2世は、 マクミランの使命に従って、ヒュームに、祖閣の大名を与えることとした。1963年10月18日正午過ぎに、ヒュームは、バッキンガム宮殿に召喚され、エリザベス二世より祖閣の大名を受けた。首相の座を狙っていたラブバドラーや、第二代、ヘールシャムシシャククインティンホックラとの保守党幹部が、ヒューム内閣に入閣するかどうか態度を保留したので、 組閣交渉が難航して深夜までに及んだものの、翌10月19日までに交渉は、まとまり、ヒュームを、首相、バトラーを、外相、モードリングを財務大臣、ヘイルシャム施策を、数密委員議長とする、ヒューム内閣が発足することが、国民に公表された。貴族委員議員は首相に就任しない観光がすでに、イギリスの不文憲法の一部となっていたので、ヒュームは、 同年7月に制定されたを使って、自分一代について、借位を返上し、直後ののに出馬して当選し、庶民議員に転じた。しかし、ヒューム内閣は発足当初より不安が多い政権だった。まず庶民院の人気切れから翌年秋までには、総選挙をしなければならなかったが、保守党の大敗が予想されていたこと、さらに組閣には成功したもののなど一部の、 保守党議員がヒューム内閣への協力を拒否するなど保守党内もまとまっていると言い難い状態だったためである。彼は外交経験は豊富だが経済知識に乏しく経済問題に精通した労働党党首ハロルド・ウィルソンに比べて見劣りした。ウィルソンは1951年の第二次チャーチル内閣以来続く保守党政権を 波された13年間と呼んで批判し人気を高めていった。プロヒューモ事件や欧州経済共同体、EEC 加入交渉の失敗などもを引い。た。1964年10月の総選挙は、彼が増えてとする経済問題が全面に出てしまい、保守党は304議席にとどまり、対して野党は労働党が317議席、自由党が9議席を獲得したため、 ヒューム政権は一年足らずで幕を閉じることになった。しかし大敗が予想されていた割には保守党は前線しており、ウィルソン内閣は野党の議席をわずかに四議席上回るだけという不安定性でスタートを切ることになった。総選挙敗北の原因には長い、間貴族院議員であったヒュームが庶民委員総選挙に不慣れだったことも指摘され、保守党内若手議員から 党首選任方法が問題視されるようになった。その結果、1965年に保守党党首は保守党庶民院議員の公選によって選出されることが取り決められた。同年、公選で選ばれたエドワード・ヒースに保守党党首職を譲った。その後、1970年6月から1974年3月にかけてヒース内閣で外務、英連邦大臣を務めた。 ヒースとヒュームはソ連に強い不信感を持っており、当時アメリカとソ連の二国間で進んでいたデタントに慎重な姿勢を示した。同じく西ドイツのブラント政権が東方政策と称してソ連との関係改善を図ることも有慮していた。ヒュームは近い将来の我々の国益は東ヨーロッパよりも西ヨーロッパとの関係を発展させることにあると論じ、欧州共同体への加盟を目指した。 そして、フランスと交渉を重ねた末に1973年に、至って EC 加盟を達成した。1974年12月には一大貴族のヘーゼルのヒューム男爵に除され、再び貴族院議員に列する。なお、これ以降、仙台首相で1984年まで除釈される。ことなく庶民院の議席を保ち続けたマクラミン王女、元首相であっても、 世襲貴族ではなく一大貴族に除することが慣例となっている。1995年10月9日にスコットランドので死去した。15世紀以来のスコットランド貴族の家系であり、彼の血筋の良さについて、作家、批評家は、18世紀であれば彼は30歳になる、前に首相になっていただろうと表現している。しかしこの出字の良さは20世紀の首相としては、 不利な要素だった。野党労働党のウィルソンも14代伯爵が現代、先進国を引きようという時代錯誤を批判した。それに対してヒュームは、ウィルソンのことを14代ウィルソン氏とひねくるなど、絶妙な対応を見せたものの、その不利を覆すには至らなかった。温厚で誠実な人柄として知られ、王室との関係も良かったが、良くも悪くも貴族的であり、 マスメディアでのイメージを重視せず、風貌も地味だったので、テレビ時代向けの政治家ではなかった。1951年7月11日の父の死により以下の借位を継承した。1963年10月23日にの規定に基づき、上記世襲貴族借位をすべて一台限りで返上した。1974年12月19日に、 以下の一大貴族爵位を与えられる。1936年にエリザベス・アリントンと結婚し、彼女との間に以下の4個を設ける。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。